はい、今はゴールデンウェストレイクですね。この車の騒ぎですね、赤い、なんか紙を貼ってこれ抗議をしてるんですよね。でちょっと文面にも書きましたけども、ついこの前このゴールデンウェストレイクの、管理会社がですね、ここの駐車料金、車の駐車料金今までは100万ドンだったのをいきなり 2.5 倍の250万ドン、約1万円ですねに急に 2.5 倍の値上げをすると言い出しました。で慌ててですねオーナー側そらないよということで抗議をしまして、で数回の打ち合わせの結果一応200万ドン250ではなくて200万ドンで一応落ち着くというか、しますというふうに管理会社が言ったんですが、でもなお抗議の、姿勢を見せるっていう意味でこれオーナーさんの車全部路上に置いてですね、これ全部このいい加減にしろと、いきなり2倍はないだろうという抗議をやってるんですね。はい、ベトナムならではというかですね、いきなりその賃金を上げるというのはちょっとどうなのかなと。しかも 2.5 倍とか2倍っていうのはやはりかなり打撃というかですねだと思います。はい。どういう形にしても収束はするんでしょうけども、ここに今、私どものお客様たくさん、ご契約していただいて住んでもらってるんですけど、駐車料金をね、駐車場を契約しているところまでの方はいらっしゃらないんですが、そのオーナーさんがその駐車場を確保しているオーナーさんなんであれば、駐車料金、駐車場も使えますよっていうサービスを言うんですけども、今まで私たちが紹介したお客様で駐車場を使えますよと言ってきたオーナーさんはいないんでですね、おそらく駐車場のスペースは、契約していないオーナーばかりだと思いますので実害はないとは思うんですが、しかしあまり褒められたことじゃないですよね。